はい、吉野がやってきました。はい、あと早くやっとるかね。あら、誰もいないかね。いやー、全然変わったね。前の面影全然ないかね。いやー、だいぶ下ね、そこ砂利で流されてるね。どこやろ、こう降りたかな。こう降りて、これをカヤック持って降りたんやから、やっぱりその頃あれやな、カヤック降る言うてねえ、カヤックこれ担いで降りとったんやけどな、今やと降りられへんぞこれ。そこ砂利なくなってるね。こうやからね、これ1メーターぐらい、そこ砂利なくなってちゃうから、1メーターぐらい砂利ないね。でこれからちょっと増水してるときかな、ここから上からな、ここにカヤック入れて、ね、乗ってたんやからね。ほんであの橋行ってね、あの石が全く見えなかったからね、随分やっぱり水量が減ったっていうよりも水量も減ったのか。いやー、だいぶ砂利がなくなってね、あの石が見えなかったのな、昔な。もう10年前になるけど、もっとなるか。全然変わったね。で、夏休みに来るとここいっぱいあったんやて。この辺が砂利やったから、ここね、みんなテント張ってね、デイキャンプやってはりましたけどね、今誰もいないからね。あ、そこに小屋があんねや。カヤックはね、モンベルのカヤックやろな。1、2、3、4手ぐらい、4、5手やるね。誰もおらんがね。あの岩がね、全く見えてなかったんやからね。あれ、水量があれを、上をね、水がこう流れてたからね。ね、そういうイメージあるわ。今より、おそらく1メーター以上、水量が高かったんやな。そしたらね、砂利は全然なくなってるよな。こっちを流れてたかな、こう入れたかな。ものすごいね、雷の日かな、あんな時に来てやってたけど。よいしょ。誰もいないがね、夏休みだぞ、わけよ。これもまた難しいね。上流がゾーッと下ってきたんだけどね、一点を見てないんで、今日ね。まあ、人はこんなことないやろ、思って来たんやけどね、誰もいなかったね。ほとんど出てなかったよな、この辺の岩も。おそらくね、ここ手前のこっちはね、見えてましたよ。ああ、変わった変わった。の川、右岸でございます。何でブルカ降りてきましたけど、今から5、6年前に1回降りたかな。その時と比べてもだいぶ変わってるね。これは短いやつな。これはちょっと川下りようね。これはあれやね、エアやね。一人乗り。これで二人乗り。どうやろう。同じじゃないね、わしのと。これね。これはエアじゃなくて、これ生地やもんな。生地で横エア入んのかな、これ。これ広いからね、安定感あるんだとかね。こんな感じだったかな、わしのやつも。ずっと飛び上がって、下までずっと下ってね。下でよく遊んだけどね、この下の方で。下流は面白いところあるんやけどね。
いや、思い出すね、ここね。これを担いでね、上がると大変やって。笑われたのかね。はい、永山寺でございます。八角堂やね。八角堂見えとるかね。ああ、昔何にも見えとるね。中身なんだよ。こんなんやと昔何にも見えとる。ああ、これは虫村さん上がったね、上。いや、すぐです、言われるけど、すごい時間かかるんですよ、これね。どれかかるよ。30分、2、30分かかるんちゃうかね。ふらふらですわ。これ上がるとね、帰るぞと階段。山道。はい、これ。展望台と、藤原道村さんのお墓。どれがわかんねえの。書いてないかね。まあ、2、30分かかりますよ。本当にね、大変なんですよ。展望台までがね、かなりきついんですよね、これ。ね、もう二度と上がりたくないわ。すぐです、言われたんでね。あのすぐはね、騙されたらいけませんわ。はい、ありがとうございました。ここはモンベルでございます。